こんにちは、ブルーホースです。ということで、ストーリーパート2やってまいります。クリボーに注意出てきちゃう。はい、ポコッペイテレテテオテテ。まあ前回からね、まあ長編になるネネマリオバッタ Z コンタリガーで順番変えられるよ。おいらも先に攻撃させてよっていうことなんで、はい、させてあげましょう。物知りです。はい、クリボーだよ。いわゆる雑魚中の雑魚、キングオブ雑魚って、おいらもクリボーだったっけ？そうです。あなたもクリボーでございます。踏んでも叩いても OK。結構フルカバで最初のマリオスーパーマリオバーチャーズ。ブラザーズ、ブラジャーズ、で、いっぱいやーということですね。はい。OK。じゃあ、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 ペケペン、ポコポピン、ポンポン、プッププキピー。チュ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 。で、テレテテ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 テ。まあ前回からね、まあ長編の、まあマリオストーリーということでね、まあどのくらいのパートになるかわかんない。コツボックス結構やってるよね。なんかね、20とか30パートくらいとかやってんじゃないかな。まあまあ、コツボックスさんの場合はね、あの、すっごいゲームが上手で、もうなんかありとあらゆるサブクエも含めて、あのパート内に収まっているんだけど、あまあ残念ながら、わし、あーお、2匹まあ、わしに関しては残念ながらですね、もう本当に何年ぶり？もう20年ぶりくらいに遊ぶというところなので、まあ、全くもって上手くもなければ、はい、あの、ストーリーも全く覚えてないということなので、まあ、20区、30区、40区くらい。だから、まあ、果たしてね、すっとどこまであのクリアできるのかって、メインストーリーを中心に進めていくとなったとしても、どのくらいのペースでクリアが果たしてできるのでおじゃろうかっていうところだから、まあ、あの、苦しんだとしたら、申し訳ないと思う。なんかなかったっけ、なんか隠しブロック的なもねあったりとかするからね。トゥイーチャラチャ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 。あ、しまった。あー、でも大丈夫大丈夫。ハネハネクリボー、ハネクリボー、ハネクリボッチクリクリちゃん、クリ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 チャチャチャ。あ、もっとハネクリボーだってあれなんだ、3個くれるんだね。ハテクリボーだよ。要するに羽の生えたクリボーだ。最大 HP は2、1。空中にいるときはハンマー攻撃が届かない。ダメージを当てれば起こして普通のクリボーになっちゃうよ。つまり、あの、飛んでいる時のクリボーは、あの、ちょっと興奮状態にあるけれども、まあ、落ちてくると、まあ、ちょっと皮をかぶっちゃうみたいな感じになるのかな。これ大丈夫？あの、際どい発言だけど、まあまあ大丈夫だよね。だって普通にさ、うんことかさ、うんことか言ってるようなさ、動画とかもそこら中に転がりまくってるもんね。じゃ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 んってことで、早速行きましょう。でも、どうなんだろうな、戦闘シーンとか見せられてもどうなの？コツメコさんとかそこら辺さ、でも全部なんか、コツメコさんベースで喋っちゃってるけど、だって大好きなんだもん、コツメコさんってさ、俺の浪人時代を支えてくれたコツメコさんだぜ。コツメコさんだぞ。ちょっと待って、こっちしといて。トゲのあるクリボー、最大 HP 攻撃力に、トゲを踏むとダメージを受けたり行動できなくて踏まないように注意してね。そのトゲは一体どこから生やしてんだろうな。あれなのかな、やっぱり、EAA とかアルギニンとかそういうのを乗って、ちょっとやめとこう。潰して死んぜよー、ぺっちゃんこー、ぺっちゃぱーい。まあ、どのくらいのね、そのラグが出てさ、実際にジャンプアクションとか出てきた時に、まあ、ミスるっていうことは、よっぽどのことがない限り、多分、おそらくきっと、メイビー大丈夫なんですよ。ピンチでラッキー、とりあえずじゃあつけとくか。ペンチルラッキー。敵がたまーに攻撃を失敗するようになるよ。ちゃ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 。キノコを食べれば、オッケー。あ、やった。ちゃらちゃちゃちゃ。I love it. 落ちろ。うわー、3つか。なかなかやりおるばい。しかちゃかやりよーばい。トゥイー。トゥイー、オッケーオッケー。じゃあ、ポコチン。くる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 、シュー。まあ、ここでだからピンチに、あの、回復しないでいったらこういうことですね。おわっきー。どうしようかな。じゃあこうしとこうか。おじゃーん、ガチョーン、くる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 、シュー。ちゃ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 、ペペペペペ、くる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 、シュー。ありがとうございます。ちゃちゃペペペペペン、チュイン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 、タッタッタッタ。あ、なんかここに回復があるということは、おそらく、いや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 、怪しいやつめ、待ちやがれ。こいつらのがガキ出しっぽいけどな。貴様、マリオだな。クリキング様のごめんやらだ。こっから先は行かせないべや。どうしてもここを取りたければ、俺たちクリレット&クリブルー兄弟を倒してから行くんだな。顔色が悪いけど大丈夫かな。ブルーよ、行くぞ。うまくしてからやって、兄貴。ちょ、唐辛子の食べ過ぎとあれかな、低体温症なのかな。
大丈夫かな。とりあえず、じゃあ、まあ、フルボッコにしていきましょう。クリブルーディアーで、物知りましょう。クリブルークリエットの弟分みたいな、最大弟分ってことは巨体とはないんだな。さっきのキングの手下みたいな、でもなんだか顔色が悪いねって、もともとそういう色なのかな。多分生まれつき低体温症なんだと思います。まあ、でもクリボーかな。華麗な攻撃を受けちゃう受けちゃう受けちゃう抜けちゃう抜けちゃう抜いちゃう抜いちゃう。で、とりあえず、あ、さよなら、バイバイ。うげえ。くる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 、ブジュ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 、あ、めっちゃくれる。10個。チュッ、この弟絶対許されねえ。まあ、許してもらわなくても、こっちがボコボコにつくから大丈夫。兄貴分だし、予最大勝利7で攻撃力1。クリキングの目、マリオ当選もしてるんだ。普通のクリボーよりちょっと HP が多いんだから、マリオの簡単に勝てるよね。これなんか弟分が殺されたから、なんかその怒りのパワーで攻撃力アップするとか、あ、そういうのは全然ないんですね。失礼を増した。ということで、ちょっと泥試合が続きますが、はい、頑張っていきましょう。ちゃ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 って、ちょっと待って、今、叫び声入った、今。あ、やっぱ、あれなんだね、高い声は入ってなさそうだね。ポコ、うげ、ピピ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 。あれ、ピンチでラッキーは 25%、それとも 10% ぐらいの確率であれなのかな。で、チュートリアルだから、まあ、100% 外れたみたいな感じになってるのかな。全然あれだもんね、外れないもんね、今ね。あっ！これで10個かな？だよね、20個。で、多分次のクリキングを、多分、くそ、今日のところ勘弁してる、ビョーン、ビョーン。クリキングをぶちのめすことができたら、あー、なるほどね。ちょっと待って、レベルアップするってことですね。何しようかな。まあ、まずバッチかな。いや、でもな、俺な、あんまりな、カッキンって言った、防御が下手くそだから、やっぱり最初はフラワーかな。もう、ボッコボコに先にぶちのめすっていう方が、なんかよくあれだよね。キノコを食べれば元気元気、ぴょんと。あ、ちょ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 。なんだよね。あ、まあ、でも、どちらにせよ、こいつらはあれだな。ちょ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 ポコくる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 シュ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 やられちゃいました。オッケー。さあでボッコボコタイム。まあでもね、やっぱりね、こうしっぽりとこうゲームをやっていくっていうことを考えると、まあ変にカットしたりとかしてね、なんかどうなったみたいな、それは例えばさ、売れてレベルアップさせますとかだったらあれかもしれないけど、クリキング様の砦で、うわ寒いわ、自分にサマつけていらっしゃった、もうめちゃめちゃ寒いわね。えクリのキングのサマですよ、もうね、何者ってね、ただただ寒いわっていう。まあ助けてくれ、じゃあいいことやっぱりされちゃいました。情けないわ、そこの崖から落ちてしまいたまえ。いやいや、僕マリオ元気。見て、これところに建物があるよ。前は橋があったんだけどな。どうなってるんだろう。まあ、これが橋だったってことですよね。うん、すごいね。橋をね、塔に変えてしまうというね。塔が建ってる塔。あれ、クリキングってこんなどっこどっこなのかな。でかいな。貴様がマリオか。よくぞここまで来たものだ。褒めて使わそう。しかしここから先へ進むことはできんぞ。なぜならこのクリキング様が貴様をコテンパンのフラ寒ー。もう夏なのに寒ー。フレペルジュマリオ、どうだ、恐れてた。へへんだ、謝りなら今のうちだぜ。うわー、あのクリキングってやたらでかいな。でもマリオにはあんなやつ敵じゃないよ。俺たちでやっつけちゃおう。いくぞマリオ、覚悟。ドゥドゥドゥディーディ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 ー。しまあ頑張ってください。俺たちも援護しますから。お前らが頑張れよ。任せておけ。マリオ、まずはクリレットとブルーを先に倒した方が良さそうだよ。やつらやっつけてばかりだがきっと酔ってるはずだよ。あよーっと。なんか上になんかね、クリがあるんだよね。ということで物知りましょう。できるんだ。で、とにかくでっかいいクリパだ。迫力だけはたっぷりだ。こいつ毒舌なんだよな。クレッタクリブルーのボスだってマリオの手にかかったらちょい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 。それしても何食べたらこんなに大きくなるんだろう。おいらもう少しで多分クリをいっぱいペロペロしてるんじゃないですかね。うん、だからクリキングって呼ばれてるんですよね。多分意味は違ってくるだろうけど、ファイヤー燃えろよ燃えろよ。どうせ使わないからね、これもね。ボンボンボン。普通のクリボーしかくれないの。クリキーククリをキーキリでキック。ああ、もういいかも。
あちょん。あ、もう次のターンで終わりだな。あ、ポッコチーン。痛い。さすがにクリだな。さすがのクリだ。痛いな。でやー。さあ、30個くらいスターをよこせ。あ、ほんまに30個スターをよこしてくれた。ありがとう。チャーチャーチャー、パッパカパッパカパイーン。じゃあ、はい、まあ、こういうことにしよう。で、次、BP にしようかね。うん。なぜだ、やられてしまった。BP。BP って何の略だったっけな。バッチポイントじゃなくて、何だったっけな。なんかやってるな。とりあえず、ほい。あ、やった。イェーイ。欲しかけらー。他には特になさそう。なんか、さすがクリだな。シコシコしてんな。よし、オッケー。あれ、あ、そっか。マリオよ、人を注意しておく。もしその辺で怪しいスイッチを発見しても消し通せればわかってな。え？で、殺しつかないか。うわ、ひゃー。どうだ。これもピンポンパンポン。そんな崩れ方すんの？てかそんなさ、危ないスイッチをさ、よく砦の外に置いておいたよね。窓って外れるもんなんだ。へえ。まあ、ここら辺がその今までになかったスタイルなんだろうな。ピョーン。橋が飛びます。ピーン。これ最後にさ、クッパ城で出てきたらすごかったのにね。ところでおめえの子分たちはどこ行った？だすげえなんか歪んでるな。あ、うん、何も出てこんのかーい。よし、なんだじゃまに報告しねば、わし、おしっこまれすくじゃ。あいつが飛んでるあれは、魔法じゃなくて、おならだからな。セーブして続ける。ん？あ！はいはいはい。ドゥル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 ってやつかな。今、ドア開いてなかったぞ。すり抜け？あ、出た。バジャマ、こちらにおられましたか？ご報告いたしますじゃ。クリキキングメがマリオに負けてしまいました。マリオは今キノキタンを向かっているところですじゃ。何？クリキングは何をやっておったのだ。王様になりたいというからスターの杖で奴の願いを叶えてやったのに、マリアに負けたとは全く腹が立つ。とんだヘナチョコではないか。カメックママ、我が輩は絶対にマリオには負けないはずではなかったのか。落ち着きなされ、クッパ様。クリキングなどただのじゃこ。負けることも計算済みですじゃ。スターの杖があれば、クッパ様は本当に無敵なのですじゃ。本気になれば、マリオごとき、いつでも簡単に倒せますじょ。そうであったな。ところで、カメックババよ。閉じ込めてある星の精度もがマリオに力を貸すようなことには絶対ならないのだろうな。失敗はご無用ですじゃ。奴らは一人ずつ別々に閉じ込めているのですじゃ。その一人一人をクッパ様の優秀なテストたちが見張っておりますからの。たとえマリオであっても、星の精を7人とも助けることなどできるわけがありませんじゃ。マリオから一番近い星の精は確かノコブロスの砦に閉じ込めておいたのだな。もしマリオのやつがやってきたら、ノコブロスたちで勝てるのか？失敗は無用でございます。ダサー。バンダナ巻いたただのカメックだ。感じ、カメノコだもんな。カメノコ？よし、社長！うん、この格好さ、刺激的だぜ。カメックママよ。こんな奴らで本当に大丈夫なのか？あのでっかいクリキングでさえマリオには勝てなかったのだぞ。クッパ様、我々は体が大きいだけのよ。チクリキングなんかと一緒にされては困ります。我々の秘密兵器は抜群のチームワーク。マリオなんて一瞬でやっつけてご覧に入れます。シッ、それでそれでじゃ、ノコブロス、お前たちの必殺技をクッパ様にお見せするのじゃ。承知しました。行くぜみんな。うん、これはなんと、ただ重なっただけなんだけどね。いかがですか、クッパ様。うん、すごい見事なんだ。これでマリオのやつをボロボロにしてやるのだ。お任せください。ところでノコブロスよ、お前たちの砦に閉じ込めた星の精は今誰が見張っているのだ。誰も見張っておりません。だってほら、
我々がお出かけ中ですから。バカ者、さっさと砦に戻って星の瀬を見張るのだ。まあこういうバカ加減がまあなんかクッパ軍団って感じがしますよね。ということで続き早速やっていきましょうか。こっちの方手前とかはいけなさそうですかね。あ、ちょ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 、なんかハテナプロ。お前は誰だ。あ、眠れよ、行こうよ。うまくいくと敵全体、これパとか、じゃあなんかカメ、え、なんか眠らせられるのかな。落ちて、ん、これ何、ぴょーん、登ると、あ、なんかある。チャ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 ーン。なんだ、ハンマーのギャオ。別にやらないかも。とりあえずジャンプがあればいいもんな。今の攻撃力1だと、む、おう、ただいまち、ね、ビチキンがキノコ城ごとさらわれてしまって、抹茶大騒ぎなのです。一体どうしたらいいのか、お願いします。マリオさん、ビチキンに助けてください。まあ仕方がない、世界は救うとしよう。ここは何の部屋だ。ただいま。忙しい忙しい、ダーリンがうちにいると知ったからつかないの。ダーリンってこいつか。お城建てたの、それはものすごい揺れでした。地震も今グラ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 のみ。犯人は四校の一人、黒ひげでざんす。で、あそこは、あれだもんね。まだ行ってももったいないから、ここはなんだっけ。まあ、なんか行きはじ、あおう。いや、こんにちは、君たちはマリオだね。キノポン。僕の知っていること、あ、じゃあ教えてください。はい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 。星の国内、西によって、あー、もう、ちょっとここら辺までを読み切ってしまうと、もう、ちょっとさすがにね、まあ、初見プレイの皆様にとっては、ちょっと、なんだろう、初見プレイというか、初見でご覧になられる方々にとっては、すいません、ちょっと飛ばすことは非常に心苦しいでございますが、ちょっとね、今やっているとかなりしんどいことになりますので、変わる。ムサキを危険に行っちゃダメだぜ。行っちゃダメでしょ。ダメ。ダメだな。はいはい、わかったわかった。ああ、今ごめん、間違えて C ボタンの下を押しちゃったってことですね。ポストオフィス。あ、パレット。手紙を運ぼう仕事です。なんか今手紙ない私。はい、こんにちは。ここ町の郵便局で手紙来てないか。おや、手紙が届いてますの。どの手紙読みますか。あ、栗、おめ、目の前で、あ、ちゃう、違う、あ、栗を手に栗レッド、栗ブルーから来てるってことですね。はい、はい、どうぞ。栗をえ。お前、案外強いんだな。もっと弱っちいと思ってたんだが、俺たち、お前を見直したぜ。これから力だけじゃダメだって。そう感じまった。頼みがあるんだが、お前がこっちに帰ってきたら、ぜひダチになってほしいんだ。断ったりすんなよ。頼んだぜ。帰ってくるの、ひそかに待ってるぜ。栗レッド、栗ブルー。手紙読いとくんだ。おー。かわいいじゃん。と言いたいところなんですが、とりあえず、星降る夜に、大好きなあの人とイチャイチャこちゃこちゃしたいと思いますので、外に逃げたんですよ、ルイージさん。他にもに、まあ、ルイージはね、もう逃げるだけが取り柄ですからね。はい。それがいつの間にかいろんなゲームで主人公を張るようになっちゃってさ、偉くなったもんだぜ、ほんと。ということで、おい。あれ、こっちは、なんだっけ、なんか部屋があるんだったっけ。あ、そうだよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、ここでみんなでなんか星を見ながらさ、サンドイッチとか食べたら美味しそうだよね。サンドイッチとかも何でも食べてないけど。お邪魔しまーす。あ、よく来ました。マリオ、もう探し物を占ってほしいのであればテーブル越しに話しかけてくださいね。よく来ましたね、マリオ。私は美しく占い師ミステルと申すの。あなたが求める探し物を彼に占い見つけることが私の高貴な務め。きらめく星の輝きがそのありかを照らすでしょ。ああ。ただに占ってくるの。ああ、結構です。そうですか。はい、シッシッ、プンプン。めっちゃあれだよね。一瞬で態度変えてくるよな。まあそんなことも言いつつ、よいしょ、ち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 ょ、こっちの方になんかあったっけ。さすがに何もないよね。進めないね。オッケーオッケーオッケー。こんなさ、近くに星降る夜がね、あったらやばいよね。もう星降る丘か。ねえ、よいしょ、よいしょ。ほい、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 ほい。ねえ、なんだっけ、移動距離が伸びるやつのスーパー回転みたいなやつ。うん。
回る回る、目が回るみたいな、なんかそんなんがあった気がするんだけど、おい。よってくれ、マリオよ。待っておったぞ。わしらは星のせい、天空の彼方にある星の国にて人々の願いを叶える仕事をしている。これから話すのはとても大切なことなのだ。どうかよく聞いてほしい。この間のことじゃ、クッパとその手下が星の国に突然現れて、わしらが大切に守っていた星の国の宝、スターの杖を奪っていってしまったのだ。スターの杖はね、どんな願い事でも叶えちゃう、とっても強い力を秘めているの。昔からクッパはマリオをやっつけたいとか、ピーチ姫を手に入れたいとか、いろんなことを願っていたんだけど、もちろんそんなわがままは聞けるはずないもの。私たちはその願いをずっと認めなかったの。それをクッパのやつめ、願いが叶わないことを知るや、自分で願いを叶えようとスターの杖を奪いに来たのだ。今はピーチ姫を捕らえたことと君をやっつけたことだけで喜んでいるみたいだが、もしもクッパがスターの杖にもっと悪いことを願いでもしたら大変なことになってしまうだよ。スターの杖を守り正しく使っていくことが僕ら7人の星の使任。星の数え方が分かりました。任です。仕事なんだ。何としてもクッパの手からスターの杖を取り返し、正しい場所に戻さなければならない。そのためにはマリオ君、君の協力がどうしても必要なんだ。しかし今のあなたの力ではクッパと戦ってもおそらく勝てないでしょう。なぜならクッパはスターの杖に願いをかけてとても強い力を手に入れていますからね。僕ら7人の星の精が星の国に集まれば、パワーアップしたクッパとでも戦える力を君に与えられるんだ。マリオ君、我々は…すまない。君に話しかける力をそろそろ使い果たしそうだ。君は我々がすぐそばにいると思っているかもしれないが、実は今ここにはいないのだ。ここから遥か遠い場所から特別な力を使って君に話しかけているんだ。我々はクッパの手下たちによってキノコワールドのあちこちに一人ずつ捕らえられている。マリオ君、まずは我々を探し出してほしい。クッパからスターの杖を取り戻し、ピーチ姫を救い出すためにはお主の力が必要なのじゃ。頼むマリオよ、お主が来てくれるのを待っておる。マリオ、おいらが思ってたより大変なことになってるみたい。ピーチ姫は大丈夫かな？おいらすごく心配できてるよ。チャ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 、あれ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 、なんか新ステージ始まるのかなと思ったら違った。パン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 。よっ、しれ。せっきは壊れてくれ。しまうわ。とかし、誰か、ちょっくれたら。ドゥルー、ドゥル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 わが愛しのピーチ姫よ、How do you do? そのようにミオが来るのを見ていても無駄じゃぞ。ここは目をくらむような高い高いマウンテンじゃ。マリオもここまで来られまいて。このスターの杖がある限り、キノコワールドで我が輩に勝てる者はいない。願いを叶える力も我が輩が独り占めなの。どうだ、すごいだろう。願い事が辛くなってキノコワールドに住む連中もさぞかし困っておるじゃろうって。いい君じゃ、今まで我ら亀一族を邪魔者扱いしよってからに。もし困ったことがあれば、ピーチ姫だけ特別に願い事を叶えてやってもよいぞ。もちろん我が輩が気に入ることだけであるから、何か考えておくのが良いのだ。ではピーチ姫、また会おう。ピーチ姫よ、せいぜいおとなしくしておる。誰かがチキになってくれれば。ちょっとずっとニヤニヤしてんだな。あら、コンコン、おはようございます。新聞です。1ヶ月だけよろしくお願いします。星屑新聞です。ピチ姫、はじめまして。来ています。あなた、星の国、どうしてこんなところに？ピーチ姫の願い事を聞きに星の国からやってきたんです。星はみんなの願いを聞くのが承知なんです。さっき、私が誰かが力になってくれればって願い事をしたから。そうですよ。来た？来てくれてありがとう。
もし願いを聞いてくれるなら、大騒ぎでクッパからスターの杖を取り上げてほしいの。できるかしら。それはちょっと僕の力では無理ですよ。星の国に星の聖様がいらっしゃればなんとかなったかもしれないんですが、ごめんなさい。僕だけでもできそうな、もうちょっと簡単なことをお願いしてください。それじゃあ、私をここから連れ出してくれないかしら。使っているお城のみんなを早く助けてあげなくっちゃ。ごめんなさい。それも僕の役立つだな。実は僕まだ空に乗ったばかりで大したことはできないんです。もっと立派な星だったらピーチ姫のお役に立てたのに。いいのよ、しょんぼりしないで。きっとマリオが何とかしてくれるわ。マリオってとっても強いんだから。ちょっと待ってんくん、あなたもしかして僕のところに行けるかしら。これをマリオに渡してほしいの。チュチュルチュルチュル、ただのスターペンダント。これはラッキーストーンですね。任せてください、ピーチ姫。キノコワールドまで僕なら一人ですよ。聞いてきます。飛びます飛びます。ちょっと待って、マリオに伝えて。私は大丈夫だから心配しないで。ちょっと酸素が薄いけど。わかりました、しっかりお伝えいたします。ピーチ姫、勝利帰ってきますから待っててね。飛ぶぴょん飛ぶぴょん。ちょんちょんちょん、ちょっとか、ちょっとあれだ、神秘的。いいよ。ああ、ただいま、お帰りなさい。ということで、よし、ちゃ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 から使ってもらうキスです。それがあればバタンでアクションコマンドを使えるようになるんですよ。よしけら、僕がアクションプレンに。結構です。私の説明ですよ。結構です。すみません、僕が説明することもありませんね。マリアさんがアクションコマンドを使いこなせば、まさに大喜利かなもです。すごいや、これでますますかっこよく決められそうだね。見つけたぞ。しかも、何でしょうか。バーカーめ、自分のこと言ってる。お前を追って行けばきっとマリオの元に行けると思っていたのか。ここでマリオをやつけてしまえば、ティガラはすべて俺のもの。カメックママちゃまに報告すれば絶対に褒めてもらえるんだ。ジャーン、頑張って。まあ、飛んでるから無理なんだな。ちょ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 、ファッション。オッケー。あ、そっか、早速も使えるようになってるんだな。今、その前するところで、カビックだよ、魔法や杖を使ってくるんだ。最大 HP は8で攻撃力は3。魔法の攻撃がきついから油断はできないよ。さあ、ラグがどこくらいあるかだな。ああ、ダメでした。残念でした。また来てね。よいしょ。トゥイ。トゥイ、オッケー。じゃ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 。パーパーパー。ぴょーん。あ、ラグはまあなさそうだな。大丈夫そうだな。ただなんかものすごいボタンの押すあれがきついんだよね、俺の。なんかついつい力がキュッ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 って入っちゃう。あれ消えてなくなった。え、死んだ、かわいそう。マリアさん、ガッとチッ、これきっと倒すんですね。いや、ちょっとまたきついかな。そしたらピーチ姫のところに戻り出すさ。僕は何もできないんですけど、せめてマリアさんの活躍をピーチ姫にお話しします。それじゃマリアさん、また来ます。てかこのままさ、時間が経てばさ、おめえも成長する。うん、なんか帰ってきた。ピーチ姫はデコを忘れていました。私は大丈夫だから心配しないでと言っておられました。でもきっとピーチ姫は本当に心細いはずですよ。僕、ピーチ姫はマリオさんにお役に立つように頑張ります。だから、マリオさんも一刻も早くピーチ姫を助け出してくださいね。おめえが力つけて止めばいいんだろうが。まあ多分なんか成長すればあれなんだろうね。あいつビヨンと立てたね、クッパの下に戻るなんて勇気あるよな。さあ、マリオ、俺たちも張り切っていこう。張り切って、張り切りサイズのくるくるぴょーん。ということで、まあ、時間もいいところまで来ましたので、一旦じゃあ、キノコタウンでセーブをして終わりにいたしましょう。で、なんだなんだ、あ、マリオさん、月の屋根がくるくる
マテリアに住んでいるディアルさんがマリアさんを探してましたよ。もしマリアさんを見かけたら家に行くように言っていてくれて頼んだんです。ちょうどマリアさんを探そうと思ってたグッと知ってでした。でもディアルさんが誰かを家に呼ぶのって珍しいですね。ちょっと帰り物ってたら普段家を訪ねるのなかなか出てきてくれないんですよ。そうですか。じゃあ誰も出てきてくれないんだったら行っても無駄そうだから、じゃあそれも行きましょう。行くお仕事を買って、そうだな、ラッシャー、俺は何やってんだ。今度この町で商売始めることにしたんだよ。今まで準備中なんだけどよ、店ができたら誰もまた来てくれよな、ベイベイ。オッケーいいよ、いつでも行ってあげるよ。君はね、本当にいい商売してるからね、飛び越えられない。ちょっと待ってね。オッケー、じゃあ回復してセーブして終わりましょう。じゃん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 。ということで、次回からエピソード1になるのかな。うん、ノコブロスの砦に乗り込んでやっていきましょう。じゃあセーブして、はい。じゃあ次回もね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちいただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。